こんにちは、マキオユキです。本日は数学の未解決問題を解く戦略を立ててみたいと思います。数学の研究って別に未解決問題を解くだけが全てではないんですけど、まあ、非数学科の人にとってはイメージしやすいかなというふうに思ったので、この題材を選んでみました。はい。まあ、あとシンプルにかっこいいですよね。未解決問題を解くっていうのがね。まあ、もちろん僕もですね、未解決問題を解いたことなんてないですから、はい、だから、未解決問題こうやって解くぜっていうね、そういったことを語ることはできないんですけど、はい、まあ、それでも作戦だけは立ててみました。で、この戦略はですね、未解決問題を解く以外の研究とか、ひいてはですね、数学以外のことについても、応用できると思いますので、はい、もう今日の動画マジで必見ですよ。はい、ぜひ最後までよろしくお願いしますっていう感じで散々煽っておいてなんなんですけど、結局未解決問題を解けるっていう風に思い込むってことが一番大事なんじゃないかなっていう結論に至りました。あ、これだけで終わらないんでちょっと待ってくださいね。この解決できるっていう風に思い込むっていうこと、これが大事っていうことは、一個ですね、象徴的な例があって、でこれをですね話すことがちょっと今日の動画のメインテーマなんですけど、昔小平邦彦先生っていう数学者の方がいらっしゃったのを、知っていらっしゃいますかね。はい、まあ数学科の方だったらもちろん、知っていらっしゃいますよね。はい、まあ僕が説明するのもおこがましいレベルの大数学者の方なんですけどね。はい、フィールズ賞を取られてる方なんですけど、その小平先生が昔東京大学の大学院で、講義をされていた時に、確か分野は複素幾何だったと思うんですけど、はい、その講義がですね、単位、期末までに、その授業の要所要所で、出るレポート、それをレポート問題として、提出すれば、その単位が出るっていう、そういう感じのシステムだったらしいんですね。まあなのでですよ、極端な話、授業に1回も出なくてもそのレポート問題さえ解けて、でそれを提出してしまえば単位が出るっていう感じだったらしいんですね。はい、まあそれでも出席する人が多いとは思うんですけどね、授業出ないと分かんないから。なんですけど、中にはもう授業に全く出ずに、後で友達からこうノートを見せてもらって、でそこで、その、要所要所で出てるレポート問題、それを解いて、で、まあ2月とか1月とか、その期末までに出して、でそこで単位を取るっていう、そういう人もいたらしいんですね。でその小平先生の授業の最後は、今先生が取り組んでいる問題を、ざらっとこう解説して、でそこで終わるっていう、そんな感じだったらしいんですね。つまり未解決問題なんですよ。その先生が取り組んでいらっしゃる、まあ、未開拓の分野のところ、それをこう紹介して、でその授業が終わるっていう感じだったらしいんですね。でここからなんですけど、そのレポート問題を解くだけで単位を取ろうとしている人、授業にもう全く出ずに、もうレポート問題だけ解いて単位を取ろうというふうにしている人の中には、その最後の、先生が解説した未解決問題とか未開拓の、そういう理論、そういったところもレポート問題っていうふうに勘違いしたっていう人がいたらしいんですね。これすごくないですか？まだ人類が、誰も解いたことがない未解決問題、それをレポート問題と勘違いして、でそれで期末までに解こうとするってね、まあ、なかなかすごいと思うんですよね。もうすごく骨の折れるレポート問題やなっていうふうに思ったはずなんですけど、はい、それでもこう実際にこう取り掛かって、なんかこう解こうとするっていうのがすごいと思うんですよね。で結局その最後の未解決の問題、未開拓の問題、レポート問題として解けちゃった人がいたらしいんですよね。はい、これすごいですよね。なんか綺麗なオチだなっていうふうに思います。なんかかっこよすぎますよね。僕も小平先生の理論っていうのは大学院で一応習いはしたんですけど、まあもう全然わかんなかったですね。小平エンビリングセオレムとか、あとは小平バニッシングセオレムかな、そういう感じの定理とかがいっぱいあるんですけど、もう全然、今でも名前だけ覚えてるっていう感じです。当時もほとんど理解できてなかったですね。まあだから僕はですね、その未解決問題にアタックする土俵にすら立ててないのはちょっと、残念ですね。はい、あ、まあもちろん僕は複素幾何専門ではないですからね、専門ではないっていうのはわかる、まあそれはその通りなんですけど、まあでもちょっと寂しい感じはありますね。ということで、話が若干逸れてしまったんですけど、結局、解決できると思い込むっていうことと、その思い込みをなくすっていうのが、大事かなっていうふうに、思いましたっていう話ですね。はい、さっきの話の例でも、そのね、レポート問題と勘違いしたからこうね、必死にこう解くわけじゃないですか。はい、でそれを
れをね、最初から未解決問題って書いてあったら、ね、なんかこう、あ、未解決問題なのかってちょっと引いてしまうところがあると思うんですよね。僕も昔ですね、研究室の先生、ゼミの先生からこれコンジェクチャーって書いてあるから解くのに身構えるんじゃないのって言われました。コンジェクチャーじゃなくてエクササイズって書いてあったら解けるんじゃないっていう風に言われましたね。はい、全く同じことですね。僕はまあ結構ね、気持ちで割と左右されるタイプですので、自分がやることね、もう自分の気持ちがスイッチが入ったら、やるタイプですので、なんかこれって大事だなっていう風に思いました。実際はもう全くね、解けるビジョンがなくても、もうなんかね、まあ解けんじゃね的な、まあ、そんな軽い感じのノリでですね、これからもなんか難しい問題にアタックしていければいいなっていうふうに思ったって感じですね。まあ、ただ言うのは簡単なんですけどね、言うのは簡単なんですけど、まあ言うのはただなので、一応言っておきますね。この動画でも僕は未解決問題解きますんで、解くからね。そういえば話してて思い出したんですけど、表現論っていう数学の分野で、有名なマッカイコンジェクチャーっていう予想があるんですよね。これ未解決問題ですね。でこのマッカイコンジェクチャーを解ける夢を僕たまに見るんですよ。まあ僕は表現論専門、ど真ん中の専門ではないんですけど、まあ一応表現論関連はしてるんですよね。結構使いはするんですよ。そういう日頃から表現論にこう慣れ親しんでいる環境に、いるっていう中で、そのマッカイコンジェクチャーが解ける夢をね、ちょいちょい見るっていう、これはもしやね、未解決問題が解けるフラグ立ってるんですかね。いや、そうだといいですけどね。30代になったら解いちゃおうかな。いや、30代っていう風に制限つけちゃダメですね。思い込みをなくそうっていう風に今言ったばっかりですし。うん、もう、今解く。今年解くから。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日は未解決問題を、解くっていう雑な戦略を立ててみました。なんか期待に外れたかもしれないですけど、それはすいません。はい、もしよかったらチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。